どうも皆さんこんにちは。映像クリエイターの下内です。今回の内容は映像クリエイターの僕がソニーストアでカメラやレンズを購入する理由についてお話をしていきたいなと思います。僕は一昨年日本に帰ってきてからカメラレンズ類はソニーストアで購入しています。でソニーストアで購入するといろんな特典があるので、それをちょっと皆さんにお伝えしたいなと思います。ソニーストアでカメラとかレンズを購入する理由はいろいろあるんですけども、まずはやっぱりすごく手厚い保証がありますね。それからソニーストアの店舗に行くとそのレンズのラインナップもすごいですし、カメラもいろんなのがあるので、それを結構自由に試せるので、いろんな種類を試したい方には非常にいいかなと思います。それからソニーストアの店舗に行くとそのカメラレンズだけではなくて、例えばマイクとか、あとはその他照明機材とか、あとは動画の編集、それから配信、それらが試せるようになってるんですね。自分のニーズに合わせてお店で提案してくれるので、何をどうやったらいいかわからない方にはそのお店に出向いていろいろ教えてもらうっていうのは非常にいい選択肢かなと思います。じゃあそれでは今から僕が実際にソニーストアに行っていろいろとお話を聞いてきたので、その様子をお見せいたします。ということで今ソニーストア銀座に来ております。でちょっと気になるレンズがいくつかあるので、レンズコーナーをちょっと見ていきたいなと思います。こんにちは。はじめまして、ソニーストア銀座の小林と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日はこちらレンズコーナーになります。気になるレンズなどがあれば一応全てのレンズ試すことができますので、お気軽にお声掛けください。何か気になるレンズとかありますか？そうですね、ちょっと今小型のレンズをいろいろと探していて、フルサイズで小型でお散歩に使えるようなちょっとレンズを探しているという感じですね。今こういう感じでちょっとレンズを触らせてもらおうと思います。ここにいくつかレンズを用意していただきました。なので触りたいレンズがほとんどこのソニーストアではあるんで、なので気軽に来て自分が試したいレンズを触れるのは結構いいと思いますね。なかなかスペックだけだとサイズ感とかってすごい分かりにくいので、そういった時にやっぱ自分の手で触れるっていうのはいいかなと思います。はいですね、こちらがですね、先日発売された SEL の 1635GM の2型になります。結構皆さん待ってたっていう声が多い G マスターレンズの第2世代のレンズになります。ぜひ触ってください。でこれ1635でこれ F2.8 あるんですね。いやめちゃめちゃ小さい感じですねこれ。だいぶ小型化軽量しましたね。あ綺麗で、これやっぱりレンズ自体もそんなに伸びたりしない感じなんですね。動画撮影なんかすごい向いている、でやっぱり最近アクティブ手ブレ補正とかブリージング補正機能とかで画角が狭くなるじゃないですか。 それにすごい適した画角というか撮りやすい感じですね。16mm 側でアクティブ手ブレ補正をかけても結構広くまだ映せますね。ソニーストア銀座にはシネマラインもあるので、その機材をちょっと見に行きたいなと思います。こちらがですね、シネマラインの動画機が展示されております。こちらに FX6 を置いていたりですね、APS-C のセンサーサイズになるんですけど FX30 であったり、またこちらですね、フルサイズの FX3 になりますね。すごい人気の機種になっております。あとは動画機として α の 7S3 ですねもう一応一緒に展示をしていたり、またお客様のマイク選びも一応4つのマイクを展示していたりしておりまして、お客様の撮りたい映像に合わせてご提案をできるような展示にしております。ここプロ用のマイクも置いてるんですね。一部プロ用のマイクも展示、あとは体験もできますので、もうちょっと FX6 を使ったことがなくてでちょっと触ってみたいんですけども、触ってみてください。いいですか？じゃあちょっとここに。でこれが FX6 です。僕ちょっとこの FX6 は触ったことがないんで、すごいこれだと本当業務用のプロっぽさというか、内蔵でND フィルターが搭載されてるので、あ、そうなんですね。ここで切り替えができるようになっております。この ND オンということで、押していただくと画面が切り替わるので、はい、一応 ND128 分の1まで、あ、128分の1、ここのダイヤルを回していただくと、でここが動画の体験コーナーになってます。今カメラが多分もう回ってて、僕がここに映ってます。どうもこんにちは。はじめまして、スタイリストの新井と申します。本日はこちらの動画体験コーナーと、向こうにある、動画配信のコーナーの案内をさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ここ今ちょっと見てて、なんかこういろいろとこう面白い機材がいっぱいあるなっていう感じですね。つい最近設置されたコーナーにはなるんですけれども、テーブルの上にもうほぼ このテーブルの上だけで動画の撮影と編集、そこから配信までのワークフローを一連で体験することができるコーナーになってます。ここで編集も体験できちゃう。そうですね。編集ソフトも入っているので、そちらを立ち上げて編集も実際に試してみることができるようになってます。僕も初めて YouTube でライブ配信とかをやった時に、やっぱり機材の使い方とか全然分かんなくて、やっぱり結構本当にこういうのはなんかどこで勉強すればいいかも分かんなかったので、実際に試せるというか、設置されている場所っていうのが少ないと思いますし、はい、ソニースターですと全てソニーのもので揃えているような形になっているので、はい、マイクも実際にソニーのコンデンサーマイクだったりとか、音を試しかめられるようにミキサーにヘッドホン、スタジオのヘッドホンもつながってたりとかするようになっているので、動画の配信スタジオになるみたいです。こちら実際に以前石田さんも出演いただいた生配信を店舗で行うときに使っている機材というのを置いて展示しています。まあ、常に一般的にも開放していますので、しっかりとしたこういうライトとかをつけて配信の三脚を置いてやってみるとどんな感じになるのか、テーブルだけじゃなくてスタジオとしてどういうふうに提案ができるのかというのも直営店として展示させてもらってます。やっぱこう大きい照明とかが置いてあるので、なんか本当結構本格的で、なんかいろいろ試せるのがなんかここいい感じですね。なかなかやっぱそういう場所、なんかこういうの照明とかもこう使ってみたいって思っても、なんかそういう場所ってなかなかやっぱ限られちゃうと思うので、やっぱ気軽になんか体験できる感じはいいですね。そうですね、実際にカメラもあるので、どういうふうに映るのか、ライトとか点灯したらどういうふうになるのかっていうのも試していただけるんじゃないかなと思います。じゃあ次はですね、最近大注目のカメラ先行体験やってるということで、ちょっとそれを触っていきたいなと思います。これです。 α7S3 です。こちらがですね、新商品コーナー先行体験コーナーになっておりまして、α9M3 と SEL の 300F2.8GM の先行体験コーナーとなっております。やっぱり α9 シリーズ、これだとやっぱグリップの感じが、そうですね、形状もちょっとだけ斜めになっているので、はい、その α7S3 とかに比べて全然ここの感じがまず違う。ちょっと違いますよね。ボタンの配置もちょっと斜めになってるので、はい、押しやすくなってたりします、うん、あとは4軸マルチアングル液晶モニター、これがバリアングルもいけますし、あ、これでシルトもいけるってこと、はい、ああ、今一通りソニーストアを案内していただきました。でここに来るとやっぱりその動画系の機材、カメラ、そしてレンズで、あとやっぱ動画に必要なマイクとかもあって、でさらにその動画の編集ができたりとか、あとはその配信の機材とかもあるので、でそれをここのソニーのスタイリストの方にいろいろと教えていただけるので、やっぱり動画に興味のある方だとすごくこう学べる環境が整ってるかなっていうのを感じましたね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、動画のことであればソニースターのスタイリストが何でもお答えさせていただきます。ソニースターには動画マスターという動画の撮影に詳しいスタイリストもいますので、ぜひ、お気軽にご来店いただければと思います。はい。いや、というわけで今日はソニースターを満喫してきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけでソニースターの店舗に行ってきたんですけども、やっぱりすごく動画の訴求に力を入れてるっていうのを感じました。ソニーストアは実際の店舗だけじゃなくてオンラインでもあります。僕はソニーストアのオンラインショップで購入することが多いんですけども、今からちょっと実際に見ていきながらご紹介していきたいなと思います。ソニーストアをおすすめする理由として、もうやっぱりその手厚い保証、もうこれが何よりすごいと思います。僕の実体験を話すと、数ヶ月前に α7S3 のカメラを水没させてしまいました。その水没させた α7S3 は、ちょうど海外に行く前に購入してたので、ソニーストアで購入してなかったんですよね。なので、その保証がついてなかったので、今は全部ソニーストアで買ってるんで、そのカメラだけ保証がついてないっていうので、なんか結構へこみましたね。保証って目に見えないんで、なくてもいいかって思われがちなんですけども、やっぱりそのカメラ機材ってやっぱその精密機械なんですよね。なのでそのちょっとした不注意で落とすとか、僕のように水の中にドボンって落としてしまうこともありますし、でこれはなかなか自分のその注意だけで防げないことっていうのが多々あるんですよね。でそれからその場合によってはやっぱりそのカメラやレンズも機械なので、やっぱどこか調子が悪くなることっていうのがあるんですね。その時にソニーストアで購入していると本当にこの保証が手厚いので、ちょっとウェブを見ながらご紹介していきたいと思います。でソニーストアで購入するとこの安心長期保証っていうのがあります。通常ってメーカー保証って1年だと思うんですけども、このソニーストアで買うと3年の長期保証が無料になってます。で有償にはなるんですけども、この3年保証を5年の長期保証にもできたりしますし、あとはその長期保証のワイドっていうふうに言って、破損とか、あとは水濡れ、それから火災など、かなり広範囲でサポート保証をしてくれるプランっていうのもあります。でこの長期保証ワイドっていうのは本当おすすめだと思いますね。例えば三脚の上にカメラを乗せて、何かのきっかけで三脚が倒れてしまうみたいなこともあるんですよね。で僕も三脚を倒したことありますし、あとやっぱり海で撮影してて、川で撮影してて水に落とすとかって結構あるあるなんですよね。なので有償のワイド保証っていうのはかなりいいと思いますね。あとはソニーストアではアルファ安心プログラムっていうのがあります。でこのアルファ安心プログラムに入ってるとレンズの長期保証がお得になるみたいです。でこれはその通常有償になるその3年のワイド保証で、これが無料になるのと、あとはその5年のベーシックにした時もでこれも無料になります。で5年のワイドについてはこの 50% オフでアルファ安心プログラムの場合だと優待が受けれるので、長期保証を考えられている方はアルファ安心プログラムっていうのもいい選択肢かなと思います。あとはその清掃点検が 50% オフになるみたいなので、自分でセンサーを掃除したりするのがちょっと怖い方とかだとセンサークリーニングとかもやってくれるみたいなので検討されてもいいかなと思います。写真だとゴミがついててもすぐレタッチで消せたりすると思うんですけども、これ動画ってかなり大変なんですよね。動画の固定ショットだったらそんなには難しくないんですけども、例えばジンバルとかで動きながら撮影している場合でちょっとゴミがあったりするともうそれを消すのめちゃめちゃ大変なんですよね。なのでやっぱ常にセンサーが綺麗になってるっていうのは重要なので、この清掃点検っていうのも結構人によってはメリットが大きいかなと思います。次にソニーストアをおすすめする理由として 10% オフクーポンっていうのがあります。ソニーストアの製品ページを見ていると価格が出てくるんですけども、これはサインインをすると 10% オフの価格が表示されます。で今ログインした状態で製品ページを見ていくと、通常の表示価格の下にクーポンを使用した時の価格が出てきます。この価格は表示価格から 10% オフで結構お得かなとは思います。次にソニーストアをおすすめする理由として、多様な買い方ができるという点です。例えばですけど、ソニーストアだと下取りができたりとか、あとは分割、それから残価とか、いろんなサービスとか支払いの方法があります。でちょっと下取りサービスのページを見てみると、こんな感じであって、そのオンラインで買い取りサービスをしてくれたり、あとは直接店舗に持ち込んで下取りをしてもらうこともできるようです。それからソニーストアだと分割払いでも購入ができます。通常だと分割24回までは手数料無料みたいなんですけども、2024年の1月31日までだと分割60回まで手数料無料になってます。なのでちょっとこのページを見ていくと、例えばですけど、僕が持ってる α7S3 だと、分割60回で購入すると月々8400円ぐらいで購入できるみたいなので、この毎月の負担を減らしたいとか、あとはそのまとまった資金がない場合だと、この60回の分割払いとかっていうのは手数料無料なので購入しやすいのかなと思います。次にソニーストアのおすすめの理由として、店舗の品揃えの良さと、あとはスタッフさんの知識の豊富さだなと思いました。今回改めてソニーストア銀座にお伺いして、やっぱりものすごい数のレンズがありましたし、いろんな種類のカメラがあったので、実際に自分がそのレンズとかカメラを触って、やっぱりその感覚とか、重さとか表現力みたいのを確かめられるっていうのは、すごく自分が納得いって買い物ができるかなと思いました。それからソニーストアでは専門のスタイリストさんがいるので、例えば動画に関してだったらそのカメラ、レンズのことについても聞けますし、それから実際に動画編集をできる場所があったり、動画配信、それから照明もあるので、ちょっと例えば音声周りが分かんないなっていう方とかでもそういったことにも聞けますし、簡単にプロフェッショナルに相談できる場所っていうので、ソニーストア非常にいいなと思いました。あと最後に補足なんですけども、全国5カ所のソニーストアの中にアルファプラザっていうのがあって、その写真とか映像とかに関わるその創作を展示する場所っていうのがあるみたいです。それからアルファアカデミーっていう講座も開設されていて、カメラの使い方とか、あとはいろんな写真の撮り方とか、簡単な動画の設定とか、いろんなコースが用意されているので、ちょっとこれから知識をつけていきたいっていう方には、そのアルファアカデミーの講座をちょっと覗いてみるのもいいかなと思います。というわけで今回のお話は、僕がソニーストアでカメラやレンズ、マイク、その動画に関する機材を購入する理由についてのお話でした。やっぱりなんでソニーストアがおすすめできるかっていうと、もう圧倒的にこの長期保証、この保証が手厚いっていうのは、これはクリエイターにとっても非常に重要な要素だと思います。でそれから2つ目に、もしこれから動画制作を始められる方であれば、その直接店舗に出向いて、そこの動画体験コーナーでいろいろとその編集の仕方からカメラの撮り方で、それから配信の仕方など、いろんなことについて相談できるスペシャリストが店舗にいるっていうのは素晴らしい点かなと思います。でそして3つ目が、やっぱりいろんなカメラとかレンズがもう豊富に、品ぞれ豊富に置いてあるので、そうやって自分で体感してカメラやレンズを購入したいっていう方には、ソニーストアっていうのは非常にいい選択肢だなと思います。ソニーストアは店舗もオンラインもあって、購入後も購入前もいろんな特典があります。一度マイソニー ID を作れば、そのアカウントでオンラインで買っても店舗のイベントに参加したり、いろんな講座を受けたりすることができます。購入時はもちろん、購入後も学びをサポートしてくれるのがソニーストアなので、これからソニーのカメラを買いたいという方は、ぜひソニーストアをご検討してみてはいかがでしょうか。というわけで、もし本日の動画がお役に立てれば、高評価ボタン、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。